皆さん、こんにちは。前衆議院議員の渡嘉敷直美です。今日は北大阪健康医療都市、ケントにあります、遊歩道に今来ています。ここはですね、ケント、健康を管理する、健康を維持するための街ということで、ケントを作られているんですが、そこで皆さんが散歩をしながら健康維持できるようにということで、遊歩道、緑の遊歩道というのを作らせていただきました。そして、ここはですね、ちょっとこう、蛇行してるような感じにしてですね、いろんな植栽、四季折々ですね、いろんな植物は、お花が楽しめるようになっております。このケントの特に売りは、桜が多いことであります。今はまだちょっと桜のシーズンではありませんけれども、3月から5月の中旬まで7種類の桜が用意されております。里桜や山桜というものもありますので、ぜひですね、長く桜を楽しむことができる地域ですので、一度ぜひ見に来ていただけたらと思います。緑の遊歩道の一つ目の特徴はこのベンチであります。このベンチ40メートル奥にだいたい設置をさせていただいております。でなるべくですね、多く設置して、そして利用しやすいようにということで、この手すりをつけさせていただいて、お年を召した方でも立ち上がるときに、しんどいときにこうやって立ち上がれるようにというふうに工夫をさせていただいております。まあ、40メートルおきにベンチがありますので、今日はここまで歩けたから、明日はその隣のベンチまで、その向こう側までと、目標を持ってですね、自分の健康管理をしていただけるように、そういう意味でベンチを設置させていただいております。緑の遊歩道のもう一つの特徴は、この照明灯なんです。この照明灯実はですね、かなりたくさん、設置をしてあります。なぜかと言いますと、女性が夜遅くですね、一人でもウォーキングやジョギングが楽しめるようにということで、なるべく明るさを維持していこうということで、この照明灯かなり数多く、設置をさせていただいております。このおかげでですね、私もよくこの遊歩道を歩くんですけれども、夜遅くまでですね、本当に女性の方が、この遊歩道を使っていただいている姿、よく見ることができます。今日はですね、この緑の遊歩道をご案内させていただきました。これは吹田と岸辺と千両家まで大体3つの駅で7キロ弱ぐらいあるんですね、遊歩道になっており、往復すると7キロ弱ということであります。これを使ってですね、しっかり健康管理をしていただける、こういった環境を、少しずつ今作っていって、これが一体どれだけ効果があるのかというデータをこれからしっかり積み上げていってですね、全国的に健康管理、健康で長生きできるようにするにはどうしたらいいのかということをですね、このケントから発信していこうと考えております。ありがとうございました。